彼はアメリカ合衆国のモーグルスキー選手、プエルトリコサンフワン出身、長野オリンピックモーグルフリースタイルスキーの金メダリスト。元々はエアリアルもこなすオールラウンドフリースタイルスキーヤーだったこともあり、バックフリップなどが得意なようであったが、当時は禁止エアーだったため使用はしなかった。それでもモーグルの母国アメリカらしい豪快なプレーを披露した。 ジョニー・モズレーのオリンピックはまさにフロンティアとしての活躍が記憶に残る。1998年の長野オリンピックではオリンピックでのモーグル競技で初となるヘリコプターミュートグラブを披露。金メダリストとなりモーグル競技のエアに大きな影響を与える。2002年のソルトレーク式オリンピックではこの大会で初めて認められた板が頭より上になるエアとなる 3D エア。 ディナーロールを披露し、その後のモーグルエアに大きな影響を与えた。ウィキメディアコモンズには、ジョニー・モズレイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。